どうも皆さんこんばんは。こんばんは。東高階段会でございますけども。やってまいりましたね。東高階段。やってまいりました。東高階段なんですけど。どうですか。秋は秋がや急にやってきましたよ。急に秋ですよ。なんか週明けからちょっと涼しくなるなっていう予報めちゃくちゃ当たってますね。秋がくるくるとはね。言うてましたけども。言ってましたけども、ね。でもいいんじゃないですか。やっぱこの気温はね、過ごしやすくなりましたよね、本当ね。でも急に来たから体調壊れやすいんじゃないですか、皆さん。だから夜とか寝るときにどういったようないでたちで寝るのか。寝ているのか、皆さんいかがでしょう。どういう寝方してるんですか。寝るとき私はずっともう短い短パン、T シャツ、そうですね、一年中一年中冬も年度関係なく、もう毛布があればいける。お風呂上がりからもう短パン、もうずっとそう、冬、すごいね。部屋は寒ない？寒い。いや、吐けよ。いや、でも、なんかでしょ、過ごしやすいってこと？それの方が。そうですね。ああ。部屋着決まってないという。冬の部屋着は？トランクス、ボクサー。同じや。冬は吐けへんの、長いの。でも、あまりにも寒かった場合は。いや、普通の冬、冬。いや、普通の冬はだから。パンツ？マジで？そうだよ。冷えるでしょ。で、本当に、だから極限に寒い時は、まあ、パジャマの下だけ。暖房つけて。暖房つけ、でも、ストーブが多いかな。パンツ。嘘。どうしてるの冬？うん。もっこもこのパンツ。もっこもこのパンツやない、パンツやない。いや、もっこもこのズボン、ね。もっこもこのズボンで。もっこも長いの。うん。もうなんか、フリース素材とかの。あ、そうなんだ。分厚い靴下。家の中で靴下が大丈夫な方ですよね。いや、大丈夫じゃなかったんやけど、うん、寒さには勝てなくなって、もうつま先がキンキンに冷えてね。寒い時はあるよね。どうそうなるんちゃうかなっていうぐらい冷えるから。家の中でね。そう。まあ、ほんま分厚いっすよ、俺の履いてる靴下。そうなんだ。普通の靴下の4倍はあると思う。いやいや、分厚さ。すご。全然乾けへん、洗濯。長いこと干してないよね。ずーっとあいつだけまだ引っかかってるなみたいな。全然乾けへんから半乾きで俺の部屋置いてある。いやもうこれいいだろうってなるよ、ね、そうそう、自分の部屋干してくださいっていうね。体調崩しがちになるかもしれないですけどね。の割に外出るときは、あ、そうか、外出るとき薄着やもんね。薄着だね。だから俺厚着をすることが軽く過ごしたいんですよ、軽く。そうやわ。だからもうすごく、しょうものとかも、軽くしようと、今すごく思ってて。ランドセルやめたんですか？いや、ランドセルやめた。あれ、ランドセルみたいなやつだったけど。今はもうほんと、軽さにこだわっていろいろ探してます。いや、今探してる段階。探してる、探してる。なるほどね。だから、650g ぐらいのバックパック。なんだよ、グラムで言うなよ、カバンを。1キロいっちゃうと重いんですよ。いやいや、グラムで馬を選んだことないわ、俺。あ、そうでしょ？俺今は俺選んだことなかったよ。だけど、1キロ超えるとね、やっぱちょっと重いと。あ、まあまあまあ、まあ、そう、だからそう考えてみると、600、700グラムあたりがちょうどいいんですよ。あ、そうなんです、今探します。自分の今使ってるカバンが何グラムか調べたことないわ。ノブの多分ね、あれの色は 1.2 ぐらいだね。色でわかんの、グラムが。僕クラスになると僕はこれなんで、これもちょっと重いと思いますよ。なるほどね。トラックのやつ、トラックのあ、素材？そう。おー。やつなんで、多分ちょっと重めですけど。ちょっとだからね、まあこの、どっかいろいろ行ったりすることが、まああるじゃないですか。はい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 、まあ取材もそうだけど、なんかその、遠出したりすることもあるんでね。はい、なるべく、こう、あんまり重たくないような状態で行きたいというところですね。カタ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 。七不思議は、階段を見たい時に限って、はい、この前の話している話がすごく長いので、見ないようにしています。はい、お薬の時間ですよ。あちらの方にね。はい、はい。行っちゃった。ゆっくり行った。ゆっくり行った。ね、それね、まあ、いろいろ思う方いるかもしれないですけどね。いろいろあるんですよ、こっちも。本当ですよ。よろしくお願いします。ということでね。投稿会談からございます。行きましょう。まずは、たくみさんからいただきました。たくみさん。私は霊感がなくて、見たこともないんだけども、階段は好きだと。
うんうん、でちっちゃい時から心霊スポットと行くことも一般人程度にはありましたと。なるほどね。で実際見えたことはなくて免許を持った頃、うん、友達とよくドライブを行っていた時なんですけども、うん、夢日記を書くと夢と現実の区別がつかなくなるって噂を聞きまして、夢日記ってなんか聞いたことあんな。当時起きた瞬間、うん、携帯にメモしてました。はいはい、なるほど。で、よくドライブに行った時にね、そのメモした話を友達に話したんですよ、うんうん、で気づいたら、うん、あれこれ見たな夢みたいな。まさ夢がね、ほう、結構頻繁にあって、頻度でいくと月に1回。あ、多いよそれは。だいぶ多い時週に 3、4回。1日に何度もの時もあります。いや、めちゃめちゃ見る時あるんだ。未来を予知してんじゃないのみたいな。はい。ただ当時友達にマサ夢やってね言うじゃないですか。言うよ。それそしたらはい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 みたいなね、あ、悟されるというか、あ、何言ってんだお前はと。そう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 。で茶化されましたと。なるほど。で信用してもらえませんでした、うん、ある日、友達と二人でいつも通り夜ドライブしました、うん、友達助手席で、ちょっともう寝ててね、うん、で山道をこう運転してたんですけども、まあ夜中ですよね、うん、ゲンチャリに乗ったおばあちゃんがですね、うん、法定速度で走ってるんです。これ30キロですね、はい、で道自体はですね、うん、40キロ制限なんですよ。なるほど。で30キロで走ってるんですね、うん、で、あ、遅いなって思いました。車はね40出してるから、ゲンチャリ30やけど、はい、で片側一車線の山道なんです、うん、ただ夜遅いしさっきからしばらく対向車とすれ違ってないから、うん、次のカーブでちょっと追い越してね、はいはい、行っちゃおうかなと思ってアクセルを踏み込もうとした時に、うん、正夢の感覚が来たんです。このカーブでこの速さでピンク色のミキサー車が曲がってきて正面衝突をするっていうビジョンがスカーン来たんです、頭に。で、めちゃくちゃ怖くねえかそれ。追い越すのやめたんです、はい、その瞬間その通り、ミキサー車ブーマジでピンク色、はあ、あ、よかったと。その瞬間鳥肌が立ちまして、はあ、なんかね、うん、もう鳥肌ブワー立ってきて、うん、寒い、あ、これちょ、うん、このまんまやったらやばいわと思って、はいはい、途中でコンビニで運転変わってもらって、うんうん、でもうちょっとね助手席でずっと震えが止まらない状態だったと。それ以降怖くなって夢日記もつけなくなったんです。夢日記、ね、で夢日記つけなくなって以降もちろん正夢もなくなったんです。あ、そうですか、うん、不思議なね体験なんですけども、もうあんま良くないんですかね、夢であったことを記憶するっていうのは ね、一説にはとかいろいろありますけども。まあでもこういうことがね実際に起きたら怖いよね。でもピンク色のミキサー車って珍しくない？あんまり、ね、まあ多分想像してる真っピンクじゃないと思いますよ。あ、ややピンク、ややピンク、うん、ピンバーバーママぐらいか。バーバーママよりも薄いと思う。バーバーママは結構なピンク、結構ピンクじゃない。あ、何色やろな。ちょうどいいピンクなんだろうな。ちょうどいいピンクは何色ですか？ル、なんか、うん、ルージュの。ルージュっていや、なんかピンクのルージュあるじゃない。ピンクのルージュってあるよね。何を言ってなんかピンクすぎないピンクのルージュってあるよね。そう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 。あの、薄ピンクというか。どうも、それがいたのは女の子。桜の花びら。より、そのピンク感消したような。なあ、ミキサー、これミキサー車の話だからね、これね。ごめんなさい。何色でもいいんですけど、変な話だね。そうそうそう。ミキサー車。なるほど。でもよ、うん。まあいいでしょう。いや、まあね、ちょっとね、はい、いやでも不思議ですよね。続きまして、通りすがりのイタチさんです。あら、いらっしゃい。初めて一人暮らししたとき、はい、当時20歳です。新聞配達しながらですね、うん、お金を貯めて、はい、実家から、引っ越したんですと。うん、家賃32,000円。1DK。はい。でも、うん、一部屋だけ29,000円だったんです。3000円安い。うん。でも3000円やからね。なんだろう。賃貸会社の人にはキャンペーンですよ、つって。うん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 。でも引っ越した初日から、金縛り。はい、仕事の時間になりアラームが鳴りました。はい、でも体が動かないんです。うわぁ、もう体仕事できないよ、これ。で、職場の人がね、もう家直接起こしに来たんですって。マジか。ドン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 、おい寝てんのかーで、体が動くようになったんですって。ああ、もう、出社しなきゃいけないという気持ちなのか、これは。はい。で、その状態がですね、休みの日以外毎日あるんですって。ええー、
日に日にひどくなって、最終的には金縛りにあった瞬間から耳元で声聞こえます。嫌な部屋ですね。職場の人に話をすると、はい、その部屋、もともとね、うん、住んでた人なんですけども、その、働いてる新聞屋さんで新聞取ってたと。うんうん。で、契約してて、うん、50代の女性、その部屋で亡くなってたわってことを教えてもらったんですって。ああ、そうなんだ。孤独死。そうですか。で、まあその部屋ね、もう出てっていう感じで、うん、唯一の体験談がこれなんですけど、みたいな感じでいただいてますけども。初めて住んだところっていうのが、それだとちょっとびっくりというかね、まあ3000円安いっていうのはそういう意味合いがあったのかな。そうね、その部屋だけということなんですけども、3000円だけ安いのには気づかんよね。気づかない。いや、これから1万円とかだったらね、なんで1万円なんですかって言われて、それでもキャンペーンって言って通すのか。だいぶ昔でしょうけどね。まあまあそうね。続きまして、黒ごまゆず団子さんからいただきました。はい、ありがとうございます。はい、私が子供の頃から長年起きている現象、はい、というか気味が悪いこと、聞いてください。うん、はい。私は小学校の低学年から年に 1,2 回ある夢を見ます。夢、はい、それも必ず1週間続けてみます。なんか不思議だねこれは。当時通っていた小学校の使われてない古校舎の廊下にいるところからスタート。うん、左窓、右教室。で、辺りは暗いんです。はい。だいたい夕方から夜かな。うん。その廊下をテクテク歩きます。はい。一向に出口が見つかりません。なるほど。そのうち、後ろから誰かが来ます。はい。嫌だなと思い、早歩きをする。うん。それに合わせて向こうも早歩きをする。走ると向こうも走ってくる。うん。先が見えない廊下をひたすら、それから逃げて追いつかれそうなところで目が覚める。うん。そんな夢一週間連続で見るんです。やだね。三日目ぐらいになると夢の中で、またかよと。思ってんだね。ね。気づくこともあると。内容は変わらず追いかけられ捕まりそうなところで目が覚める。振り返ってはダメな気がして振り返ったことはないけど、なんとなく後ろから追いかけてきてるのは女性な気がする。この夢、子供の頃からずっと見たんだけども、大人と自分が認識してから見なくなったんです。ああ、そうなんだ。それが5年ぐらい前から再び見出します。あれ、また？年に1回か2回というのは変わらず、1週間連続で見ることもなく、はい、3日ぐらいで終わるんです。うんうん、でも気持ち悪い。先日この夢見ました。いつもと違うのが、手が、ね、こう、後ろからこう、切ってきて、うん、自分の手を掴まれて、グッて引かれたんです、後ろに。過激化してるじゃないですか。で、その瞬間、うわーっつって、ね、もう来たんですけども。で、この時、部屋がですね、暗くて気づかなかったんだけども、朝になって、ここ朝があったと。うん、指のね。マジか。が、去年起きましたと。はい。今年はまだこの夢見てません。次見た時、私はどうなるのか。なるべく気にしないようにしてますけども、どうしても心霊的なものと結びつけてしまいます。皆さんならどうお考えですか？良ければ皆さんと七神さんで考察してくださいということなんですけども。なるほどね。なんだと思います？なんかで、同じような夢を続けてみる。で、それが心霊現象なんじゃないか。うん、で、同じ感じで手形が、どこだったかな、まあ、手かなんか、まあ、どっか忘れましたけど、うん、体の部分についてるっていう方の体験談があったんです、うん、だけどこれを自分でやってたっていう話だった、うん、結局はね、うん、なんかそのそういう夢を見ることで過激化していくっていうことに自分でなんていうのかな夢を演出していた、うんうんうん、無意識のうちに怖いものをね見てるっていう意識があるから、だからそうだったらいいなと思ってる理想論ね、うんうん、だから分かんないでしょ。だからこの握ってる手形のあれがもう自分が例えば左手の状態で右手でこうやって調べてみたら、うん、絶対左手だったりとかね、まあ、自分でできないようなことだったりしたら一体どういうことなんだろうというのになってしまいます。俺大半そうだと思うんですよね、うん、僕だから夢の中でその見てる、まあ、連続で見てるっていうのもおかしいんですけど、はいはい、まあね、1週間とかね、もうその頻度がおかしいんだけども、うん、なんかね夢に関しては心霊と結びつけるのはちょっと違う気がする。俺脳だと思う、うん、そう見せてるというか、はい、いろんな日々の状況がしんどかったらそういう夢見るやろうし、まあそうだね、うん、すごい悩んでたらそういう夢見るやろうし、だからその辺のねまだ解明がされてないから
人間の脳自体がね、うん、そうそう8割ぐらい分かってないからね。心霊に結びつけない方がいい気はしますけども、心霊方向で考察できる方ぜひコメント欄に書いてみてください、うん、今後その夢見なくなるといいですよね。本当ね。そうですね、うん、見なきゃいいけど、いやそれ良くないから、それ言っちゃって良くないから、ね、見なきゃいいですねで終わって良かったあ、そっかそっか、そうですよ、こういうこと言うのダメなんですね。そうダメなんですよ、そっちに行っちゃってんだから、そっちはね見なきゃいいけど、あ得意ですよそういう感じがね大丈夫ですよ多分見ないですからね続きまして、はいはい、うずらババアです。うずらババアじゃないか何ですか、うずあれ投稿何回か回したのかな、うずらババアは ね結構送っていただくんですよ、はい、ありがとうございます。20年ぐらい前、好きなミュージシャン、ファンクラブの開放でですね、住んでいる市の隣の市でコンサートやるよっつって、いいじゃん、ね、行こう、でこんな地元に近い場所でコンサートなんて絶対に行きてっつって、そうだファンクラブの優先予約を応募しました、はい、無事当選おめでとう、素晴らしいコンサート行っちゃいました、うん、で、うん、コンサート当日ですよ、はいはい、地元に住む同じミュージシャン好きな友達が運転してくれる車でコンサート行ったんですね。で秋でした、はい、でまだ夕方でも真っ暗じゃなくて、うん、まだちょっと明るかったですと。で5車線ある大きい、まあ、国道通ってくんです、うん、で交通量も多くてですね、で、自分の車の前を青いジャージ姿の坊主頭の中学生ぐらいの男の子が、うん、もうすごいスピードで走って横切ろうとしたと、はい、ぶつかれーっつって大きい声で叫びました。でも友達はいやいやぶつかんないしって言って、あれっつって、ですぐ私は男の子は大丈夫か周りを見回したんだけども、そんな子なんていないんです。見えてないのか、えマジでってなって、ジャージ姿の男の子走ったじゃん、うん、いやいやいないいないっつって、私は男の子を車で引いてしまったんじゃないかと思うぐらいはっきり見えたんです、でまあ引いてないっていうことで安心はしたんですけども、うん、幽霊じゃねえかと、いやーちょっと怖いよね。それからすぐその幽霊の男の子を見た場所のすぐ近くに住む友達に聞いたんだけども、うん、ここ交通事故多発エリアで中学生の男の子実際亡くなってるんですって。ああそうなんだ。で道路の近く中学校もあるので、あまあまあそういうね、事故も多いんじゃないかということなんですけども、繰り返してるんでしょうね。かわいそうだね。うーんまあどういう状況でね、うん、朝の登校だったのか下校だったのかちょっとわかんないけど、まあ急いで渡ろうとしたのかな。な夕方やから学校帰りじゃない、コンサートに向かってたから、あ信号変わって、いやそうなんやね、そうだね、うんでそれに気づいてまたお家まで急いで帰らなきゃっていう気持ちなのか、このパターンってどうやったら成仏できるんだろうね。亡くなってることに気づいてないからなのか、ね、ないのか、気づいてないね、うん、だから君はもう亡くなってるんだよっていうことが分かればいいんだろうね、うん、だから走ってるパーって走ってってる正面にいる人とかがなんか分かる人だったら、うん、止めることもできないのか。でもなそういうパターンの幽霊って霊能者の方ってどういう風に除霊というか上に上げる交渉するんでしょうね。とどまってるとなんとなくイメージはつくけどね。そう常に動いてるわけでしょ。そう、うん、常に動いてて呼び止めんのかな。その子だけに聞こえるような声でやっぱ言うんじゃないの、うん、呼び止め、ここのねスタート切る時に呼び止めても、はいはい、この子は周り見えてなくて、うん、ちょっと反応遅いじゃないですか。遅いね。だからこう飛び出した瞬間にえってなるからドーンってまた光るじゃないですか。そうだね。どうしてあげたらいいんだろう。いやそうなのよね。すごくかわいそうだな。タイミングめっちゃむずいなと思って。で向こうにうまくいけないんでしょ。途中で引かれるから。引かれることになるからね。もう一回スタートでしょ。そう。ずっとそれを繰り返してるわけでしょ。うん。止められへんよね。いや、そうなるともう怖いっていう言葉が、やっぱり出てこなくなっちゃう。かわいそうっていう気持ちになっちゃうな。続きまして、はい。ただのパンダさんからいただきました。いや、だいぶ立派ですよ。ただのじゃなくて。先日、うん地元の消防団に所属してるんですけども、そうなんかい。土曜日、休日だったためにのんびり寝てると、4時半でした、うんはい。突然役所からの防災放送が鳴り響く。
出火現場へ向かいます、はい、通報先はちょっと大きめの病院、うん、消防車で、病院に到着すると、うん、消防隊員と病院関係者の方々がざわざわしてました、うん、で話聞いてみる。そしたら地下にあるボイラー室近辺の非常ベルが押された、はい、でも関係者でも立ち入らない場所、ボイラー警備員が行く時間でもないんです。1週間前建物の点検やったばっかりなら故障でもないんです。本当の火災じゃなくホッとしたんですけども、一体あれは誰が押したのかと、ただの機械の故障だったのかはまだ判明していないんですけども、うん、不思議な体験でしたということなんですね。ボイラー室は絶対に立ち入らないんでしょうね、本当にこの方が言う通りだと。そう、じゃあそこで何かが今から危ないことがありそうだぜみたいなので霊的なものを教えてあげたの。でも何も起こってないんだよね。起こってない。だから、なんでなったのか分かれへんっていうね。故障でもないっていう。投稿いただいて、例えば1年後とかにそこの場所、うん、ボイラー室から出火したとかなってたら、あのが1年前にそれを予言していたのか。予言早ない。早い。1年前。早いし、分かりづらいし。分かりづらいでしょ。よくないですよ。非常に。この教え方はちょっと良くないでしょ。だから結構幽霊の中のそれ良くないっていうのは、あるじゃないですか。反省会してるかな。反省会をするでしょ。いや、ダメ出しみたいなやつで。される。そう。で、これ、なんか、一応資料見たくなってて、はいはいはい、それが上の方、幽霊の上の方に上がってきて、うん、で、このボイラー室のあれっていうのは、これは、これ1年後にあるやつを、やって、鳴らして、ここで予言みたいな、これどういうこと？ちょっと教えて。どういうこと？かなり圧で。嫌ですね。圧かけてきます。嫌ですね。どういうことですかこれは。1年後ね。1年後のやつ。わからないでしょ。それ教えて、言葉で教えて、これは。え？うん。理解しましたとかじゃなくて。理解しました。理解しましたってわかんないけど。理解しました。本当に理解してるのかどうかよくわかんない。木村とオロゲの絡みか。理解しましたの応酬でしたからね。よくないですよね。でも何だか分からないんですけど、結局は。マミゴンさんからいただきました。マミゴンさんじゃないですか。小学生の頃、はい、まあ両親は共働きで、うん、で、おじちゃんおばあちゃんは自営業を営んでたので、はい、おじちゃんおばあちゃんの家で過ごす方が多かったと。うん、で、自営業なんで長期の休みはお盆とお正月、その際車で1時間半ほどにある近県の温泉にですね、泊まりに行くのが、もう恒例でめちゃくちゃ楽しかったと。いいですね。ある年のお盆、その年は両親も一緒に温泉へ、うん、自家用車2台で向かったんです、はい、温泉で、楽しく過ごした帰り道、うん、ある峠道で1台の車のホイールがですね、飛んで崖下に落ちました。え？もう1台の車がそれに気づいてホイールが落ちた場所まで戻りました、はい、祖父と父が崖下に降りたところ、そこには大量にホイールが落ちてました。うわーすごー。私も上から見て、うわいっぱい落ちてるやんってなって、はい、でなんでこんなところにホイール落ちてんのみたいな、うん、そういった記憶があるんです、はい、でホイール回収した後、祖父はですね、うん、尿意を催したらしく、奥の林まで、用を足しに行って戻ってきたんですけども、はい、しばらく経ったある日、その峠で白骨遺体が見つかったと、テレビのニュースでその様子見てたんですけども、ガードレールや崖下の様子からその場所がお盆の時にホイールが落ちていた場所だと気づきました、はあ、あんなにホイールが落ちていたことも、祖父が奥まで用を足しに行ったのも、この方が早く見つけてほしかったんじゃないかと。見つけてよっていうね、サインだったんじゃないかと思うような出来事ですと、はあ、この白骨遺体2ヶ月ぐらい前に行方不明になった女性で、事件性があると捜査が行われたんですけども、うんうん、未解決事件のまま時効を迎えてして、迎えています。そうなんですか、こういう話ってたまに出てきますよね、うん、なんか被害者の方がなんか自分の姿をどうしても発見してほしかった、うんうん、でもそうじゃないものもあるじゃないですか。ほう、どういうのですか。結果見つかってこの人が何かの被害者の方で、自分を見つけて欲しかったからおびき寄せたんだろうみたいな話あるけど、でもいろんな死体が埋まってるわけじゃないですか。全部ができないのかなと思うの。今の人にそれを知らせるっていうこと。全部とは？埋まってる人、例えばどこかに埋められてしまった人とか、無念の思いで亡くなって自分の場所っていうのが誰にも知られてない状態、これを全員の遺体がみんなに知らせることができないのかなと思うの。だって一部の人しか多分こういうのって見つかってないじゃん。はいはいはい。だからそのまんまでいい人もいるんじゃない。
いい人いるのかな。全員が全員悲しい見つけてって思ってない場合もあるんじゃない。だから殺されて、だって全員が全部が全部幽霊になるとは限らないじゃない。うんたとえ殺されたとしてもあの世に行ける人もいるだろうし。うん、そっか、まあいろんな事情あるからね。うん、そうね。見つからないでいたいと思う人ももしかしたらいるかもしれない、ね、いるかもしれないし、 ね、そのまま幽霊になってないパターンも多分にあるから。だから幽霊になったたまたまの人でしょ。で、あとホイールですね。うん、そこに、だってそこにあるってことはそこで取れてそこに落ちてるのが同じような状況の人が重なってるってことだよね。不思議ですよ ね、 なんでしょうね。続きまして月の子さんです。はい、仕事の都合で数年前、東京から千葉へ引っ越したんです。一軒家でした。うん、パートナーと一緒に二人暮らし、はい、かなり古い2階建ての家なんですけども、うん、サザエさんの家のようなガラガラの引き戸だったり土壁だったり、土壁ね、床下収納を開けて収納カゴを出したら土なんですって。はあ、昔ながらだな。で、夏になると15センチぐらいでかいクモが出てきたり。あ、恐ろしいですね。まあいわゆる田舎ですと。はい、ある日パートナーとですね、その土壁の部屋で寝ていると、うん、天井を何かが走り回る音がすると、うん、最初ネズミかなみたいな、はい、ハクビシンかなみたいな、うん、何の足音みたいな、うん、最初気にしてなかったけども結構頻繁やから、うん、すごい嫌だねっつってちょっと駆除しようかみたいな、はい、でも異変はそれだけじゃなかったんです。うん、1階のトイレは2階に上がる階段の下にあるんだけども、うん、トイレに、いる時も何回か階段を上ったり降りたりする、うん、もうこれ完全な足音なんです、その人間の、うん、で、私だけじゃなく旦那も同じように聞こえてるので、うん、これ動物じゃないっていうことがね旦那にも聞こえてるから、うん、もうこれは結論に至って、ある日旦那はたくさんのお札をですね、自分でですねこうお札書いて玄関とか窓とかこういう貼ったんです。自己流、自己流、すご、足音消えたんです。いや消えるんかい。それでお札貼った後すぐに、マジで。この家に何があったかわからないですが、近所のおじいとおばあに聞いたら、はあ、10年以上空き家だったんだよと、うん、ただ私の住んでいる家に誰かが亡くなったという話も私は聞いたことがないと、うん、ちなみに関係あるかどうかわからないけども、この家13階段なんです。あ、さらに隣の家は空き家で、うん、その家に住んでたおじいちゃんも亡くなってると、うん、旦那がですねちょっと空いてた雨戸から隣の空き家覗いてみたことあるんですって。ほう、そしたら空き家、あ、家の中ぐちゃぐちゃなんですって。へ、でうちの家の心霊現象は関係ないとは思うんですが、あ、なるほどね、まあ、隣がとそういう状況やからちょっと影響あるんじゃないかと思っちゃうね。はい、そんなお話ですね。まあその隣の方がどうかわかんないですけど、分かんないよね、別もやと思いますけど、でも形だけじゃないですか、はい、例えばこの旦那さんが本当に、まあ、こういうお札を書く力があったりとか、その字に霊力を込められる方なんだったらそれを貼ったことっていうのは効果があるかもしれないけど、うん、なんかで多分見よう見まねでしょ、たまたまな気するけどね。そうだから霊的にも、あ、もうそれが何書いてあるとか関係なく、うん、あ、貼ったんだ、はい、あ、貼られちゃった、うん、あ、じゃあいい、行かない行かないみたいな感じなんじゃねえのって思うんだけどな。そうね、うん、だから物に力があるっていうよりもそれをやったということがなんか霊を遠ざけたというか、うん、そういうことなんじゃないですかっていう感じですかね。多分ね、考察したそんな感じだと思います。みたいな感じで、はい、投稿会談会は以上でございます。どうもありがとうございました。では続いての次の投稿会談。投稿会談です。これ怖いよね。めっちゃ怖いじゃん。いいですね。いいですね。面白いな。やっぱ面白いな。良きですね。マジ不思議プレゼンツ怪談に夢をその手で掴み取れ。いや、新しい企画を思いついちゃったんですよね。怪奇宴を復活させようと思ってたんですよ。ただ今回のイベントはもう今までの従来のものではなくて、圧倒的にみんなにスポットライトが当たる企画にしたいんですよね。怪談によって人生が180度変わる。
なんかこの奇跡に近いこの体験をですね、皆さんにもぜひ味わってほしいなと思ってます。この大会の中で新しくみんなにすごいねって言われる話きっと出てくると思うんで、それにすごく僕は期待しています。東高階段で人生を変えろ、賞金総額186万円、詳しくは URL から。一番怖かった、マジで。あれやばいよね。やばい。